ロシアと国境を接し、ヨーロッパで2番目に面積が大きな国、ウクライナ。ロシアによるウクライナ侵攻が話題になる一方、あまり知られていないウクライナと周辺の軍事力について詳しくお伝えします。ウクライナを詳しく知るためには、まずはウクライナのデータを見ていきます。ウクライナの人口は2022年1月現在約4100万人、日本の人口の3分の1ほどとなっています。人口のうち約 78% がウクライナ人であり、 17.3% がロシア人、残りは周辺国の人が多くなっています。総人口は比較的多いものの、あくまで平均値ですが、一人当たりの GDP はそれほど高くはなく、発展途上国に分類されている国の一つです。ロシアの軍事侵攻について注目が集まっていて、情報を求める声、報道に感想を述べる人がたくさんいます。一方、報道メディアの情報から戦況の現状、そして未来を予測することは不可能とも言えます。この理由を知る良い例があります。別動画でも紹介したアメリカのイラク侵攻です。2003年3月17日の夜、突如作戦が始まります。イラクの防空網がまだ完全な状態で、アメリカはステルス爆撃機を投入します。ステルス機はイラクの防空網に探知されることなく領土深くに侵入。戦略上最も重要なポイントやイラク軍上層部の基地、地下に隠された軍事基地をピンポイントに破壊します。一般的に開戦と同時にトマホークを大量に発射し防空網を破壊すると思う方も多いかもしれません。しかしトマホークはレーダーに探知されやすく、攻撃開始が敵に知られてしまいます。また敵国のトップ層は攻撃を察知すると地下や市街地に身を潜めてしまいます。アメリカはイラクに動きを知られる前にイラクの中枢まで侵入し攻撃を加えていたのです。攻撃される側にとってはとても脅威です。まだ防空網が完全に機能し、自国の空軍やロケット部隊が警戒を続けている中、突然上空に高速で敵戦闘機が飛来、気づいた頃には爆撃されているということになります。こうして先手を打ったアメリカ、その後アメリカはイラク防空網をトマホークや戦闘機で破壊し始めます。その結果、作戦開始からわずか7時間以内にイラク全土のレーダー網を完全に破壊、防衛網を崩壊させ制空権を確保しました。いよいよ大規模な陸軍の派遣です。このあたりから軍事専門家は独自の見解を発表し始めます。多くの意見は、イラク側のゲリラ攻撃などでアメリカ軍が苦戦し戦闘は長引く、もしくは侵攻は失敗に終わるというものでした。そしてアメリカ陸軍の進軍が開始されます。一気に侵攻を進めたアメリカ陸軍は補給路が長くなり、軍事評論家の予想通り進軍が停止することになります。世界中の報道メディアは補給が滞っていること、進軍が停止していることを現地から生中継したり、アメリカ軍兵士へインタビューしたりするなど、一斉にアメリカ苦戦の情報を報道し始めます。カメラが映す現地の様子は、車列が停止し補給を待っているアメリカ軍の姿でした。苦戦を予想していた軍事評論家たちは、アメリカ軍の苦戦が予想通りであり、報道番組は非常に盛り上がっていました。しかし車列が停止し、そこに報道メディアが取材に来ること、そして全世界にその情報が報道され、軍事評論家たちが盛り上がること、これらすべてアメリカの軍事作戦の一つでした。世界中の報道機関が同じように報道し、この報道を見たイラク軍はアメリカを潰すチャンスだと攻撃を仕掛けるために一斉に動き始めます。市街地に立てこもり民間人を盾にしていたイラク軍、一斉に市街地を出てくるイラク軍の車列を確認したアメリカは、予定通り精密攻撃を一気に加え、イラク軍の地上部隊を壊滅させました。このように国家全体に影響を及ぼすような軍事活動ともなると、報道メディアも知らないうちに利用されるほど、我々に届く情報はコントロールされているケースが多いのが実情です。昨今の軍事侵攻の報道から得られる情報をもとに、今後の展開を予測することは非常に難しいのが結論です。一方、一時的な情報ではなく、過去から継続的に収集されている情報は比較的正しいものが多くなっています。継続的に報告されている情報をもとに、早速ウクライナ軍について見ていきましょう。ウクライナ軍は陸軍、海軍、空軍、空挺部隊、その他各組織を持っています。陸軍が14万5000人、海軍が1万1000人、空軍が4万5000人、
空挺部隊が8000人と人口の割にかなり多くの人数が所属しています。ウクライナは法律によって軍人の人数の上限が25万人と定められていましたが、2014年のロシアのウクライナ攻撃以降、軍人の数が徐々に増加。2018年には上限である25万人に達していました。早速ウクライナ各軍の装備を見ていきましょう。陸軍はウクライナ軍の中でも最大の組織です。よって装備も多種類多数。最新主力戦車のうち比較的多く実戦配備されているのがソビエト連邦製 T-80。 主砲が 125mm 滑降砲を搭載し、西側諸国の主力戦車と同等の攻撃力を持っています。 2km 先の敵を直接狙うことができ、また観測部隊の支援があれば 10km 先の敵を撃破可能です。この T-80 戦車は一方でいくつかの問題を抱えていました。この問題が発覚した出来事、それがチェチェン紛争。1994年、ロシア連邦から独立を目指すチェチェン共和国に対し、ロシアが軍事介入を行います。戦闘初期の頃、ロシアはチェチェン共和国の首都クロズヌイへの侵攻を開始。この時初めてロシアは当時最新の T-80 戦車を投入しました。対するチェチェンの戦闘部隊はロシアとの全面対決の姿勢で戦闘に挑みます。ロシア軍の制服を着用し、ロシア語を話し、一部隊20人ほどのチームに分かれ、市街地で徹底抗戦する準備を行いました。地下や2階、3階のビルに戦闘部隊が分散し、機銃と対戦車砲を配置。ロシアの部隊に向ける機銃が兵士の進軍を抑え、進行に戸惑う部隊の戦車を破壊する作戦です。対するロシアは当時最新戦車 T-80 など重武装した部隊を送り込みます。ここで問題が発生しました。 T-80 の砲塔は上下に動く可動範囲が狭く、地下そして2階や3階に立てこもる近距離の敵に対して効果的な攻撃ができないことが判明します。その結果、初期に投入された84両の T-80 戦車のうち18両を一気に損失。また T-72 戦車も含めると200両のうち 70% が大きな被害を受けるという、事実上チェチェン側の作戦が有利に進むことになったのです。この一件により以降、ロシアは T-80 を実戦で使うことはなくなりました。現在ウクライナはそんな T-80 を稼働させており、市街地の防衛戦でどれほど有効に機能するかは不明となっています。またウクライナは T-80 を80両以上保有していますが、稼働しているのは22両のみという情報もあります。ウクライナがメインで配備するのは旧式を独自にアップグレードした戦車、ソビエト連邦製 T-72 のうち AB-B1 をベースにウクライナ仕様にマイナーチェンジした戦車を100両ほど、 T-72A をキエフの工場で近代改修、暗視装置、エンジン、装甲などを一新し、2021年にウクライナ軍に引き渡しが始まったばかりの T-72AMT が最も新しい主力戦車となっています。この他に同じくソビエト連邦製の T-64 をベースにウクライナが近代改修した T-64BM などを合わせて1000両近い戦車戦力を持っています。これまで主にウクライナは旧ソ連製の兵器をそのまま利用していましたが、数々の改良経験をもとにウクライナ独自の戦車の開発を決定。それが T-84。 T-80 の基本設計以外をほとんど一新。ウクライナ製の砲塔、爆発反応装甲、赤外線による距離測定システム、自動装填装置など最新の仕様となっています。特に注目すべきがエンジンであり、搭載されるエンジンがコンパクトなディーゼルエンジン、出力は1200馬力、日本の一丸式戦車とほぼ同じ出力を誇り、世界的に見ても高速力を発揮し機動力がある戦車というわけです。この他にもウクライナ陸軍は非常に多種類の装備を持っています。兵士を安全に戦地に送り込むための兵員輸送車だけを見ても9種類以上。ウクライナ製とソ連製が多かったのですが、直近ではイギリス製の車両も購入しています。自走砲もほとんどはソ連製の旧式のものですが、一部チェコ共和国で近代化されたダナ 152mm 自走榴弾砲も採用しています。レーダーは大型のものはソ連製、もしくはウクライナが改造独自開発したものを使用していますが、比較的小型のレーダーはアメリカ製を購入しています。一般的な軍事車両はウクライナ、ソ連、
ドイツ、アメリカ、ベラルーシ製のものを使用しています。またウクライナ東部では日本のトヨタランドクルーザーも使用されています。ウクライナ空軍はどうでしょうか。作戦機の数はそれほど多くなく、ソ連製のMiG-29、スホーイ24、25、27など機動力が高い戦闘機は98機ほど稼働させていました。またそれまで別々の指揮系統にあった空軍、防空軍を整理し、その結果対空ロケット部隊に多くの権限が渡り、防空能力が強化されました。しかし直近のロシアによるウクライナ侵攻によって、ロシアはウクライナの1000以上の防空システムと90機以上の作戦機を破壊したと発表。ウクライナ側は損害を公式には発表していません。このようにソ連製の兵器が多いウクライナに対し、ロシアの軍事力はどれほどなのでしょうか。ロシアが保有する兵器システムの詳細は別動画何本かにわたってまとめているので、ここではざっくりと紹介します。ロシアの軍事力は世界でも最強レベルであり、軍事費も常に上位にランクインしています。毎年の軍事費は急増していますが、大統領の方針で国家予算の配分が大きく変化するため、それに合わせて軍事費も変化します。例えば2017年度は医療や教育に予算を重点的に回すよう大統領が指示、その結果国防費は 20% も減少。一方直近の軍事費は7兆円前後と莫大な予算を注いでいます。2021年の軍事支出データを見ると、全世界の軍事費合計は約220兆円、そのうちアメリカが80兆円、中国が28兆円、インドが8兆円と続き、ロシアが7兆円弱となっています。軍事費の GDP 比率で見ると、アメリカが 3.7% であるのに対し、中国は 1.7%、 インドが 2.9%、 ロシアが 4.3% です。世界の軍事費の約半分はアメリカと中国が支出し、その他先進国は各国同じくらいの金額を支出していることがわかります。ちなみに日本の軍事費は 5.5 兆円で世界9位ほどの位置にいます。ロシア空軍の作戦機の数は約4000機と莫大。2014年における近代化された作戦機の割合はたったの 35% だったのに対し、2018年の時点では近代化比率は 75% に到達。世界で第5世代ステルス戦闘機を独自開発する技術力がある3カ国が中国、アメリカ、そしてロシアであり、ロシアはその他に第 4.5 世代戦闘機も大量保有。まさに脅威の軍事力を維持しています。ロシア陸軍も世界でかなり進んでおり、主力戦車は T-14、 55トンの巨体と2000馬力のエンジン、無人走行も可能であり、最高速度はなんと時速90キロ。そんなロシアがウクライナに侵攻したというのが現状です。様々な情報が入る中、ウクライナ、ロシア、そして世界各国が情勢変化の対応に迫られています。軍事、経済、科学力、様々な要素が密接に複雑に絡み合う状況。今後の世界情勢を予測することはますます難しくなっていきそうです。